わけですね、今日はスズキのニューモデル、ウエストローム 250SX の試乗会に来ておりまして、ここはどこかというと、群馬県なのかな、7年のどこか、妻恋村、村ですよね、妻恋に来ております。今朝ね、ここ雲海すごかったんですけど、1.5 キロ道なりです。最近また Google 先生のナビがなんかなまってますけどね、はい、ということで、妻恋村に来ております。周りは浅間山とかね、そういったエリアになると思うんですけれども、今からもうね、帰るというか帰らない、明日の撮影のために千葉県に移動します。今日は前乗りするので千葉に移動するんですけれども、まあ今日ね晴れたり曇ったり、ツーリングには良いお日柄なので、ちょっとね最近あった出来事なんかをお話ししながら走っていこうかなと思います。どっちでしたっけ、 Google 先生、どっちでしたっけ、右でしたっけ、左でしたっけ、右って言ってた気がする、左です。ということでね、まあ今日この群馬県に来まして、なんか久々にね、ツーリングらしいツーリングっていう感じで、この道路を走ってますけどね、昨夜っていうかね、相変わらずちょっと出発が遅くて3時ぐらいに横浜を出たんですが、距離的には230キロぐらいなのに、がっつり4時間かかりましたね。なんかそのぐらい、山が深いっていう感じ で、横浜からですと環八通って関越でもいいんですけど、やっぱりちょっとした渋滞があると海老名圏央道を案内されたりします。圏央道から関越で、上越道っていうんですかね、からの軽井沢、薄い軽井沢から来ました。今日はねちょっと違うルートで高崎まで抜けようかなと思うんですけども、その前半、これは撮影舞台のね、なるほどね、こうやってね、道路をですね、行ったり来たりするっていう、お疲れ様です。ということで、まあ、私、この夏、どんなだったかっていう話をしながらね、走りますけども、まず、まあ、満島から帰ってきて、それでもう本当にね、本当9月入るまで1日たりとも休みがないっていうぐらい、おかげさまで非常に忙しくて、この YouTube 動画活動もなかなか編集が進まないという感じで、なので今日はもうこれね、ノー編集でいけるように頑張ります。6月満島から3週間の旅を終えて満島から帰ってきて、6月も何があったかね思い出せないんですけど、ちょっと思い出した、7月にまずですねピアノの発表会がありました。なので、まあ撮影に仕事にっていう感じなんですが、基本的にはずっと毎日毎日ピアノのお稽古をしていて、で最後はもうスタジオで、発表会で使うピアノがスタインウェイっていうピアノだったので、まあ、ちょっとねやっぱりヤマハとかと少し感覚が違うので、スタインウェイを借りれるスタジオに入って練習したりなんかしてということをやってました。で、7月、ピアノの発表会が終わってすぐに1回北海道に行ったんですね。でこれはツーリングではなくって、8月に北海道の旭川にある北海ダーベースさんというところでイベントを開催することになっていて、でその時に私が作っているこのコモンチャンネルのコモンという、ね、ブランドのビーズのアクセサリーを、展示したりとか、あとはトークショーをやって、そして、一緒にコモンをやっている小森義也さんと音楽のライブをやるということで、そのリハーサルに向かったんですけど、なんとね私その北海道行きの飛行機でね、まあ、自分もやらかしたけど、インバウンドの影響がこんなにあるとはということでですね、なんと朝一の飛行機
逃しました。で時間的には間に合ってたんですけど、空港のカウンター側が対応ができないっていうことで、寸前のところで断られてしまいまして、で1日3便紋別行きがあるんですけど、3便だったと思いますが、で、次の飛行機のキャンセル待ちが行けるかわからないけれども、まあ、ここで待っててくださいみたいなことを言われて、でもう本当に搭乗寸前でですね、荷物、自分の荷物を、こんな細かく話しててもしょうがないんですけど、本当は朝一で行くはずが夜の便になっちゃったり、まあそんなことがあって一回北海道に行きました。でその後ですね、今度は、鈴鹿八隊ですよ鈴鹿八隊に出るというね。で、この前私国際レースといえば、MotoGP って今名前変わってますけれども、グランプリ、日本グランプリが鈴鹿でやっていた頃にサポートレース1回スーパー NK のレースがあったんですが、それで出ています。であとは茂木に移動してきて、 MotoGP の閉鎖のレディースレースというのがあったんですが、2007年と2008年、なんとですね、後に GP を走るという岡崎静香ちゃんも出た、あのレディースのレースに岡崎静香ちゃんに競り勝ってですね、2回も連続して優勝したんですけど、サポートレースだったんで正式な、ね、記録が残っていないという、ね、まあ、人生、レース人生の中のハイライトだったんですけど、それで国際レースね、3レース出たことがあって、8体のサポートレースを、ね、一度も出たことがなかったので、まあね、今までだったら4体に出るっていうことなんですけれども、4体がね、今年違う日程に変わったので、そしたらですね、急にでもないのかな、川崎のこの私が今乗っている ZX25R のワンメイクレース、チームグリーンカップというのが8体の前座レースになるということで、ああやっぱキャベツ畑すごいですね。ここ妻越えといえばキャベツ、あ、朝食もね、妻越えのキャベツということで、新鮮な甘い柔らかいキャベツをいただきましたが、ということで、まあ、8体で、ね、25R のレース出てきました。で実は前回一昨年ですね、8体がなかった時に、あったんですよね。その8体本来やる日程の中で 25R のワンメイクレースがあったんですけども、結構ね、調子よく走ってから、最終の試験に転びまして、その様子はね、YouTube のショートで上げてるんですけれども、でね、前回のレース、転んでリタイアだったんで、なんかね、ちょっとこう、やり残した感があったわけです。なので、もう今回はね、それに向かってもめちゃくちゃ整備をしてですね、その模様は、バイクのニュースさんで、参戦記をかなり長ったらしく、書いてるので、ぜひそのコラムを読んでいただきたいんですが、はい、ということでね、めちゃくちゃ暑かったりして熱中症にもなりかけたんですけれども、なんとか乾燥しましてね、いやもうなんかね、ほんと、まあ、お金もかけましたしね、練習は全然できなかったんですけど、うわもうやり終えたって感じで、気持ちよくレースを終えることができました。そしてそこからすぐに今度は北海道に、行きました。で今回はですね、ちょっと機材を運んだり、あと、ハスラー50という空冷のツーストム原付きを、このコモンチャンネルの小森よしやが乗ってるんですけど、それをね、一回ちょっと横浜に引き上げてきて、ストアというかね、整備、修理したんですよね。で、それを車に積んで、移動しました。で、今回は大洗からフェリーで苫小牧往復で、苫小牧から一回エンガルというところに行きまして、苫小牧から大体ですね、300キロちょっとぐらいでしょうかね。なんか北海道の端から端なんですけど、意外とね、距離そこまでないんですけど、で、エンガルでリハをして、そして、旭川でイベントをやってという感じで、動きました。で、後半、数日ですね、ちょっとエンガルに滞在して、撮影なんかもしたりして、まだ編集ができてないんですけども、いずれこのチャンネルであります。林道ツーリングの初の原付き、旧車トレイル、70年代トレイル2台で、ミニタント2台で、林道ツーリングね、しまして。はい。ということでね、北海道も楽しかったです。そしてですね、
もうちょっと長居をしたかったんですが、今年初めてなんですよね。バイクの日、8月19日バイクの日に、BBS バイクセンサーさんの真夏の祭典というイベントで、ゲストで喋るということで、呼ばれてましたので、ちょっと慌ててね北海道から帰ってきて、そしてイベントに出ました。暑かったんですけどね。でも柴田直美ちゃんと竹川優香ちゃんと楽しく、トークショーしました。そんな感じで、なんか怒涛の忙しさだったんですけども、あと8月にですね、新潟県の、8月終わりに新潟県の長岡市というところで、長岡造形大学というのがあるんですが、そこで学生さん向けのデザイン講座というのがあって、それを行ったんですが、それとともにせっかく行くんだったら周りに何かないかなと思ったら、三条市というところに、今日はクラシックカー&ライフステーションという、まあ、博物館のようなところがあって、そこに行ったんですね。でそこまだねオープンして2年目ぐらいなんですけど、まあ素晴らしかったので、まあ、その話もまたね応用しますけども、いや本当素晴らしかったですね。そこはもう10月にまたもう一回行って再撮影をしますが、はい、もうね、私説の博物館なんでね、もう皆さん早く行った方がいいですよ、そういうところは。公共施設ではないのでね。ほんと素晴らしかったですね。世界中の博物館行って、いろいろ見てますけど、いろんな素晴らしいとこありますけど、いや、日本でもなかなかね、あそこまで物を集めて、しっかりキュレーションされてるっていうのはね、本当に素晴らしいと思いました。そんな感じでね、もう怒涛の日々が続いてたわけですけれども、なんか太鼓の音が聞こえるけど、これは待機応援の練習かなかったね。あ、出てきたよ。一番の音が聞こえる。私もね、ブラバンでマーチングやってて、めちゃくちゃ楽しくやりたいですね。まあ、そんな感じで、新潟に行ったりして、で9月に入ってから私は何をしているんだろう。まあそんな感じで、でもなんか今年はとにかくずっと、ほぼ1日も休みもなくという感じですね。家にいても何日間か仕事はしているという状況で、なんかねおかげさまで忙しく過ごしてますけれども、この後、あ、それで今日もね、このオートバイの試乗会に来てますけれども、まあ、ちょいちょいね、この間にも、あ、そういえばこの前ね、インディアンも乗ったし、あとハーレーの CVO、ロードグライドとか、めちゃめちゃでかくて、手に負えないみたいなね、バイク、自分史上一番重いバイクをサーキットで走らせたりとかね、やってきましたけれども、はい、まあ、なんかね、いろいろ試乗会とかもやってまして、なんかありがたいですね、本当、もうね、さすがに私も、なんか上がいなくて、全然この業界ね、私より上の世代の人がほとんどなんかあんまりいないみたいな状況だったんですけど、なんかおかげさまでなんかちょっとベテランみたいになってきたりして先ほどもルリコちゃんがいて、はい、キさんおはようございますって言われましたね、かわいいですね。足も長くてね、悩ましいですね。こんな感じで、日々ですね、バイク乗ったりしてますけど、なんかね、バイクに乗ってる写真とか、バイクの写真とか、あんまり、日々乗ってるので、なんか撮らなかったりするんですけど、乗ってるんですよ。はい。で、この、今乗っている、ZX25R の人、今何て言うかな。あ、そう。すごい、ちょっと前に1万3000キロってことは、もうすぐ1万5000キロですね。はい。とかね。で、あと、いつも最近はスカラベオというバイク、250のアプリリアのスクーターなんですけど、あれが6万キロいっちゃいまして、ね、なんか、もうちょっとだけ乗りたいかな。ああいうなんか可愛らしいスタイルのスクーターがなくてね、もし壊れて次どうしようって、ね、今ずっと悩んでるんですけど、はい。
と、あと自分のバイクの話で言えば、あの忍者 GPZ900R が今ね、エンジンが壊れちゃって、エンジンの中の、電装系ですかね、あのパーツが壊れてて、エンジンがかからない状態、エンジンそのものが壊れてるわけではないんですけども、なのでね、あのすぐ直したいんですけど、そのバイクを面倒に見てもらうにはこの人だろうという人が、全日本ロードレース選手権の、ユビックさんかな。なんかでね、メカさんをやっていて、ちょっと全日本で忙しいということで、ちょっと最終戦まで待って、それからお願いしようかなと思います。いよいよね、ちょっとエンジンを下ろさないとそこの部分が直らないということなので、そんな感じで、あとはバナゴンという車はもう29万キロになりました。29万キロね。忍者は26万キロ。スカラベオが6万キロみたいな感じで。そうやっぱり乗り倒してますけれどもね。なのでまあちょで、あとですね、まあ今 TZR の125とあとミニタンっていう原付スクーターがあるんですが、はい、あの原付のツーストがあるんですが、10月15日に長岡じゃないや三条の水辺リングという場所、昔にそこは競馬場だったそうなんですけども、その跡地がで、クラシックカー&バイクの20世紀ミーティングというのが開催されます。でそこにね、あのエントリーをしまして、なのでバナゴンと TZR125 2RM の方ですとミニタン OM50 これをね持って、展示をしに行きますので、ぜひ新潟方面の皆様、クラシックカーに興味のある皆様、ね、あのぜひ会いに来てください。ブリッピングという催しもやります。エンジンをかけて、その本物の音を聞かせるというね、そういった催しもあって、あとキッチンカーのケータリングなんかもあるそうなので、ぜひですね、ご近所の方はね、あの遊びに来ていただければと思います。ということで、長々と喋りましたが、最近の小林由紀はこんなだよということで、この夏何があったかというのをね、さらっとお話ししましたけれども、ツーリングというにはちょっと幹線道路になってきましたが、またちょっとことあとね、あのバインディングがあるそうなので、カメラ外してから楽しみたいと思います。ではまたね、バイバイ。